こんにちは、モツクリニックのボアイエです。今日はですね、二の腕肩の脂肪吸引のモニター様のご紹介をしようと思います。24歳の女性で158センチ52キロの方でした。で、気になっていることは二の腕のこの振り袖、後ろの振り袖部と前向いた時の肩のラインですね。私、ボコボコだな、鍛えて、まあいっか、はい、肩の部分が気になっていらっしゃるということで脂肪吸引をお考えになったそうです。で、モツクリニックはまず傷口としてはここの肘のところのシワに合わせて3ミリぐらいですねのみのお傷から、カニューレを入れて脂肪吸引をしていきます。で、大抵のクリニックが二の腕肩の脂肪吸引はお客様の体勢はこううつ伏せでやるものなんですけれども、モツクリニックは仰向けで助手のナースさんがこういろいろお客様の腕を動かしながらやってやるので、しっかり仰向けでもこの肩のところまで取れてくるっていうものになります。で、あとは二の腕もできれば翌日縫合にしていただいて、手術当日は致命線透析をどんどんここからこの傷のところから麻酔の致命線透析を出すっていうのをやっています。で、そうするとこの方もそうだったんですけれども、翌日はかなりすっきりしていて、はっきり脂肪吸引の変化が分かるくらいもう細くなっているので、その時点ですごく喜んでいただけました。で、1ヶ月後の変化がこちらになります。だいたい片側 300cc の 600cc にこの脂肪を吸引してきたので、かなりしっかりラインが変わって華奢に見せるラインですね。この丸っとしたラインから直線的なラインになって、肩もこうこんもりしてたのがシュッとしたラインになって、私が大好きな華奢ラインになったと思います。お客様もしっかりラインの変化を実感されていて、とても喜んでくださいました。よかったです。はい、ということでボアイエの症例紹介でした。ありがとうございました。